はい、日本の真南にあるオーストラリアの離島です。南半球なのでね、季節が真逆になります。夏暑いって時にね、非常に寒かったり涼しかったり、逆にな、冬寒いなーって時に暖かかったりする、そんな場所です。拡大してみると、動物の顔に耳がちょんと生えたような、そんな形をしています。今日は北の方ですねにあるロンセストンという場所に行ってきましたので、そこの様子をですねお伝えできればな。空港があってね、すぐ市街地があって、その上にワイナリーが広がってたりします。特にこのワイナリーはね、輸出をしてないそうなので、この島に行かないと飲めないタスマニアワインというのが飲める。島には他にもねワイナリーがたくさんある場所いくつかあるんですけれども、ここもねすごくいい場所なので、何軒かワイナリー行ってみました。あとね、スーパーとか動物園もいろいろ寄ってみました。基本ですね、レンタカーじゃないと移動できないです。そこはね、結構北海道みたいな感じですね。でスーパー結構数あります。でね、こういったオーストラリア独自 の発酵食品であるベジマイトが売ってたりとか、リンゴ売ってたりとかねするんですけども、値段はですね結構高くて、日本の物価の倍ぐらいを意識していただくと、ちょうどいいのかなっていう、ちゃんとしたスーパーで、意外と冷凍食品がお買い得だったりするので、滞在される方はね、冷凍食品のキッチンがあるところに泊まってっていうのが意外といいかもしれないです。これはねオーストラリアのミートパイというやつですね。これもまたオーストラリアのやつです。よく行ったよ昔は、高校生の時にさ、ケンタッキーフライドチキン以外に店がない。車の中をチェックしてきますね。これウィンカー、この車左側です。外車と同じです。右ハンドルだけど外車みたいに左側があれです。外車なんでしょう、日本車じゃないんでね。ありがとうございます。窓の外はですね、こんな感じです。それお庭もすごい、やられてるお家みたいですね。湖が見えます。その辺のね、草っぱらだと、多分犬じゃなくて野生動物のうんこがいっぱいあるので、この辺犬散歩してる人いないんで、多分野生動物なんですけど、ちょっとうんこないことが分かる場所でちょっとヨガしていきたいな。南半球にある北海道である、ここタスマニアでね、朝散歩と朝ヤガを、してみたという感じなんですけれども、結構ですね、9時過ぎると日差しもめっちゃ暑くてですね、これ多分ずっと外いたらマジ背中やられるなっていうぐらい暑いのと、なんで日焼け止め防止必要になってくるんで、朝早くがいいですねっていうのと、あとあれですね、めっちゃもう9時過ぎるとみんな出勤するんですかね、車の通りとかもバンバンなんで、意外と道端でヨガとかしてると変なやつがいたぞっていう噂が広がります。意外とご近所付き合いとかってないんですけど、僕の経験上オーストラリアってないんですけど、結構噂は広がります。ここよりも多分ちょっと田舎な場所に住んでたことあって、感覚的にオーストラリアの、いやもう、マジどこの誰が誰誰何々でとかっていう話ね、すぐ入っていきます。結構、そんな感じです。田舎あるあるですね。帰る途中でですね、タスマニアロードキルが多いんですけど、クオッカの死体がありました。クオッカっていうとね、日本では笑顔の、ここにも死骸の跡がいっぱいあるな、この辺な、やばいな。クオッカって笑顔の可愛い動物としてすごい有名なんですけど、日本でもねすごく有名じゃないですか。この辺だと普通にいっぱいいる、タヌキみたいな感じで、今ちょっと死んでましたけどね。やれちゃって。
なんかね、日本だとすごい珍重されてこう大事に可愛がられてるみたいな、ね、動物園に行ってみたいな感じですけど、ここで言うと普通にこうなんかモグラとかそういうタヌキとかそういう扱いなんでしょうね、きっとね。というわけでね、これから動物園に行こうと思います。鍵がすごいですね、ハリーポッターに出てきそうな鍵ですね。餌に見える。え、それ餌じゃないの？餌違うの？私は分かるから。ベイビー、ベイビー、ベイビー、ベイビーストベイビーバーブでしょ。ベイビー、ベイビーいるね。ベイビーお腹にいるね。ベイビー寝てんの？タスマニア動物園ですね。広々していて綺麗でした。で、ウォンバットをね、抱っこして写真もいただけるという形でございました。ベロワインさんですかね。テイスティング、うん、裏めっちゃ倉庫、裏めっちゃ倉庫です。ワイン屋さんで使えなかったらマジやろな。それ地元の人は全部残した。目のワイナリー、ターナーステルハウス、ディストリリートゥアーテイスティングって書いてあるので、醸造所のツアーとテイスティング両方できるところみたいですね。トリガツジンということで、まあ、ジンも置いてるらしいみたいですね。Yeah, absolutely. So we've got, I have two sparklies for tasting, non-vintage, vintage. I've got the three Tamer Rich Pinots. And then from our sister cellar door on the East Coast, Devil's Corner, we have their Resolution Whites. So I've got a Riesling, a Pinot Gris, and a Chardonnay. If you want to do, we do the $10 tasting and you can choose three. Or we could do what we call Classic Tasmania. That one's $20, and we give you six. We give you two sparklings, two whites, and two pinots. And we also do the Pinot Flight, where we taste the pinots from the Tamar Valley versus the East Coast. That one is $30. Just depends what you can share a tasting. Do what you want. 姉妹店のワイン。でこっちの六つがそのここのワイナリー、ここの店のやつらしい。